映画館でデートみたいなことが簡単に言えなくなったのかなっていうふうに思っていて、行きやすい値段設定ももうちょっとしていっていいんじゃないかなと思いますね。デート需要でいくと映画館行くよりオレンジ来ないって言った方がその後楽じゃないですか。だからもうデートスポットとしての映画館は勝てないと思うんですよ、ネットフリックスには、うん、すぐ家呼んじゃうんですかひろゆきさん。デートって目的それじゃないですか。ひろゆきさん、そのデート論でローズさんと戦っちゃダメですけど。ローズさん誰だと思ってるんですか。そこの土俵で戦う。ね、でも英語だったら Netflix and chill って言ったらもう家に来て一緒に Netflix してイチャイチャしようよみたいな、もう定番の言葉になってるって。ワオですね。